見てください、このルーズ感めっちゃ可愛くないですか。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。渡美です。はい、ということで今日はゴム2本で作るボブのお団子アレンジをご紹介します。ということで結構ねお団子アレンジをやっていただいたんですけど、これでも難しいよね、このルーズ感出すのは。これは実はめちゃくちゃ簡単で、うん、2つのポイントを押さえたらもう簡単にできます、うん、1つはお団子の位置、2つ目はサイドを後ろに引っ張りながらねじるっていう、2つだけ押さえればもう誰でもすごい簡単に可愛くできます。なるほど、では早速やっていきましょう。まず髪の毛を全体的に溶かします。髪の毛を溶かすことで髪の毛の絡まりとかがなくなるのでアレンジがしやすくなります。オイルを2プッシュ出します。オイルを毛先からつけていきます。表面もしっかりあほげを抑えるためにつけてください。もう一度髪の毛を溶かしてオイルを全体的になじませていきます。まず耳後ろでサイドとバックに分けます。両サイド分けたら後ろをお団子にします。お団子の位置は耳の同じ位置ぐらいにまとめるとバランスがいいです。これでほぐしていきます。だいたい1センチ束を引き出して指1本分開けて全体的に引き出していきます。全体側もこのようにゴムの下の位置から引き出すときれいに引き出します。サイドの髪の毛を後ろに引っ張りながら2つに分けてねじって後ろに持っていきます。後ろに持っていったらお団子の上でバッタールで取り留めします。反対サイドも同じように後ろに引っ張りながらねじっていきます。後ろに持ってきたらダッカールを外してゴムに巻きつけます。上からゴムで挟んでいきます。崩れないように片手でゴムを押さえながら止めます。次にお団子の部分を左右に引っ張ります。引っ張って崩すときに引っ張りすぎて崩れないように崩してください。お団子を押さえながらサイドのねじった髪の毛も少し落とします。反対側もやったらこれで完成です。はい、ということでひとみさんね、可愛くバッチリ仕上がったと思うんですけど、やっぱそのポイント一つ目のお団子の位置っていうのはなんか耳ラインでやっぱりやることが形が綺麗に見えるしバランスが綺麗に見える。で、もう二つ目の部分がやっぱサイドの部分でこう分けるから分け目が出てくるじゃないですか。それを後ろに引っ張りながらねじることで形が綺麗になるっていうのと、変なボリュームが出なくなってくれるので、その2つを押さえれば誰でも簡単におしゃれにできますよね。はい、あとはまあ引き出すところもね、ちょっと練習は必要なんですけど、もう1センチとかでね、ちょっとずつ出せば簡単にできるかなと思いますので、まあそこは練習なんですけどね、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、じゃあこの動画よかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。